ビッグバン最強の男を決めるワンデートーナメントが幕を開ける。ウェルター級エクスプロージョントーナメント1回戦第1試合。今回のトーナメントで、僕の選手生活15年の集大成を、しっかり見せたいと思ってます。孤高の勝ち職人山際和樹、強烈な蹴り技と正確無比なパンチで初代ビッグバンウェルター級王座をはじめ、クラッシュのベルトも手にしてきた山際。プロキャリア15年の歴戦の猛者がホームリングビッグバンで最強の称号を狙う。僕はビッグバンの、初代ウェルター級チャンピオンですし、なんかビッグバンの初のワンデートーナメント、これは本当に僕は優勝しなきゃいけないって思ってますね。山際はやっぱり強いんだなっていうのをこう見せて、僕の中で今年の締めくくりになるトーナメントかなと思ってます。山際に対するのは、ここも全員ぶっ倒してで KO で綺麗に飾って、ここから有名になろうと思ってるんで見ててください。野村太一、プロデビューから5連勝をマークし、ウェルター級期待のホープとして前回山際と対戦した野村。ベテランの山際にも臆さず果敢に戦った野村だったが、一歩及ばず敗戦を喫した。今回山際へのリベンジからのトーナメント制覇で一気にビッグバン最強の称号を狙う。チャンピオン取るってなった時の絶対倒さないといけない相手だなっていうのもまた改めて思ったんで、でリベンジマッチすぐ組んでもらったんで思いっきり殴り合って気持ちよくトーナメントを優勝したいです、はい。野村選手、僕に対して打ち合ってくれっていう、メッセージを、くれたと思うんですけど、僕はそれに対して、カウンターを狙っていきたいと思います。打ち合う気はありません。マキシムプレゼンツウェルター級エクスプロージョントーナメント1回戦第1試合、山際和樹 VS 野村太一。